はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ旦那さんとまあどっか出かけた時とかでね、たまにそのお弁当を作りたいなっていうのが発作的に出てきちゃってて、で材料を買ってさ、まあ親に内緒でさ6時ぐらいからこう作ってっていうことをしてたのよ。でそれ作ったんだけど、まあダメで卵焼き作ろうと思って、だし巻きの卵焼きを作ろうと思ったらもう全然ダメで、他のもダメでっていうことをやってて、結局ね汚いまんまのお弁当をね作っちゃったりしてたんだよね。ダメじゃんっていう感じで、まあそれ一回しか作ったこともない。それだったらもう本当にコンビニのさ、コンビニだったらお弁当屋さんのものを持ってった方がいいやみたいな感じでそっちの方がいいやって思うし、まあそういうレストラン街のとこ行って食べた方がいいやと思って、それ以降そのご飯じゃないやお弁当を持ってどっか行こうっていうのはなくなりましたね。だからさ、そのまあ YouTube もそうなんだけど、お弁当を作ってどっか行こうとかさ、まあ夫婦だったりだとか、まあ家族でねピクニックしようかっていう話を、まあ家族動画とかでやっていたりとかするんだけど、まあすごいなと思って、すごい本当にすごい、やれるだけすごいなって思うし、まあその前段階会から準備しとけよっていう話もそうだし、親にも言っとけよっていう話なんだけど、ただなんか自分がやらなきゃいけないっていうのは一番上あるあるだと思うんだけど、自分がやらなきゃいけないっていうふうにまあ思っちゃったりとかしてたんで、責任感というかそういうのね、っていうのがありましたね。はい、まあ、他の人はどうなんだろうか。一回やって、あ、美味しいねっつって気を良くして2回3回やったんだけど、それが意外にその彼氏さんだったり旦那さんが苦痛になっていた。やっぱ食とかってさ、その旦那さんのお家の味付けとかってあると思うんだけど、そういうのもあってね、付き合ってる時なんかさ苦手なものってね、あまり言いたがらないわけではないけど、まあねかっこつけじゃないけど、なんかそういうのあるよね。別にさ言ってもいいんだけど、苦手なものがこういうものがありますとかさ、別に言ってもいいんだけどねっていうのがあります。それでね、この動画を収録する前に七不思議チャンネルさんを見ていたのね、まあ、雑談の話になっちゃうんだけど、まあこの方たち2人が、大手の事務所を辞めて個人事務所になったと。で、その芸人さん2人のうちの1人が、社長になって、で、もう1人の人がまあ、なんかしらやってるんだと思うんだけど、それ見てて、そうかっていうのがあって、まあ、ある程度その大手プロダクションに入っていれば、まあ、テレビの話も、入ってくるだろうし、まあ、そうじゃなくても地方のねやつも入ってきただろうに、それをなんでなんだろうっていうのもあるんだろうね。まあそのでのは、
まあ漫才コンビとして芸人さんとしてのプライドもあるんだろうけど、やっぱり YouTube で、オカルト系のものをバズったっていうのもあって、まあそれが自信がついたっていうのもあるんだけど、別角度から見るとそれで自信がついたっていうのが天狗になったっていうふうにもまあ見て取れる部分があって、まあそれはね、本人たちはそうではないとまあ言うだろうけど、まあ見る人から見れば、いや天狗になってるんじゃねっていうような感じに、その最近のね、この 2,3 ヶ月の間のあれを見てて、多分 2,3 ヶ月の話で、その辞める辞めないの話もあるし、会社設立のあれもまあいろいろとあるから、なんかおかしいな、テンションがおかしくねっていうところもまあ多少あったと、あったのよ、私が見ている限りでね。うん、だからそういうのを見てて、あ、なんか天狗になってるなっていうのも見えちゃったりしてるのかなって。でそれで結構面白かったのになんでだろうって、まあ多少ね、そのやり方はちょっと今までのとはちょっと違ってくるだろうけども、っていいので、なんか今までその彼らに対してプレゼントとかそういうライブとかを見に行きますねって熱の入った方々が、ファンの方々がいたと思うんだけど、なんかそういうのを見て気落ちというか、なんかあれ、なんか熱が入らなくなったっていう人もいると思うのね。まあ今までもうずっとこれからも応援してくよっていう人もいるんだろうけど、なんか違ってるな、違ってきたなっていうのがなんかあると思うので、それで登録解除をしてしまう可能性もあるのかなとも勝手に思ってる。それで登録者が、激減しなければいいかなとは思うんだけど、まあそれはどうかわからないけどね、これから先ずっと見ていかなきゃなとは思うし、それで七不思議さんのあれで伊藤和恵さんが出ていらしたのね。今の50代以上だと、まあ、その、何のドラマなんだろう、昭和の70年代ぐらいのドラマとかに出てて、私はね、あんまりそのドラマ見なかったりとかするんだけど、結構、癖のあるドラマとか出てたりとかしてて、でその方はなんか霊感が結構強かったりするみたいなんでね、まあ見えたりとか薄く見えたりとかするんだけど、なんかお母さんもすごく霊感が強い人で、ね、多分お母さんなりの払い方、悪霊の払い方とかも含めて、いろいろとできる方らしくて、でなんかその伊藤和恵さんが何かしらドラマの影響だったとか、まあまあ旅、街のなんか探すとかさ、いろいろとあると思うんだけど、それやってた時にちょっと、よかなるものがついてきちゃった時ってあると思うんだけど、それを家の中に入らせないためにちょっと待ってって玄関から、ね、中に入らないでっつって、まあお母さんなりの払い方をして、
で塩舐めてとかっていうのをして、あの払ったから、あのまあユタとかとはまた違うと思うんだけど、まあユタに近いような感じなのかなと思う。で結構いろんな方面の能力があるみたいで、あのまあもちろん霊が見えるっていうのもそうだし、まあ未来過去からまあ今の状態、まあ伊藤勝恵さんだったり、まあ他の芸人さんだったりのな状態をこれから先こうするといけないよと、うん、もしこれをずっと続けるならこうした方がいいっていうふうに、まあ助言をする方もいらっしゃる、する方もいらっしゃって、で伊藤勝恵さんが、まあ、数年前にあの私のお母さんトークショーかなんか、トークショーというか、まあ、トーク番組かなんかで、あの私のお母さんは霊感が強いんですよねって、まあ、霊能者っぽい感じになってしまってるんだよねって、で結構その人がいなくなった時にここにいるっていうのをズバズバ当てることがあったんですよっていうのことを、まあ、トーク番組かなんかで1回か2回ぐらい言ったらしいんですよね。うん、うん、それでそれを見たある男性がその伊藤勝恵さんの元にお手紙があったのね。まあそれは事務所の方に届いて、事務所からその伊藤勝恵さんの方に渡ったんだけど、で実は僕には妻と娘がいると。だけど数年前から音信不通で行方不明になってるんで、できればですけどお母様にいろいろとお話を聞きたいし、いろいろと助言をしてほしいっていうような内容が、まあ、ざっくりとしたお話があったのね。でまあ伊藤勝恵さんはお母様の方にこういうお手紙があるけど、どう思うみたいな感じで、まあその方が特別なあれだったらしいんだけど、まあ、答えていただいたことがあって、でそのお母さんが言うにはその2人はお母さんと、子供はある宗教団体のところにいると、新興宗教のところにいると、で、もうまあ、今でもあるような ところらしいね。あの P が入ってたので多分このあれだろうな、まあ、多分80年代、まあ、90年代ぐらいに多分話題になったことなんだろうけど、多分表立ってそういう話は出てこないっていうものだと思うんだけど、あのもしかしたらここのそこの宗教の、丸々支部のところにいると思うから、あの行ってみてはどうっていう話を、まあその多分住所が書いてあると思うんでそこに送ったと。そしたらその方がそのお父さんが行動を起こしてそこの支部のところに行って、まるまると、まるまるの夫だと、娘と母親をこう会いたいっていう話をしてて、だけどその親子はもう自分の価値観がまるっきりなくて、まあ、洗脳っていう感じになってて、私には居場所がないから、居場所があるのはここの宗教の丸々支部しかないんだから、あなたのところには帰らないみたいな感じで、
いろいろとことごたごたあって、まあ今どうなったのかっていうのはわからないけれども、なんかそういう話があったらしいね。うん。で、そのまま、まあ、説得してっていうか、そういう潜入だって、洗脳を解いて、まあ、元の場所に戻ったのかっていうのは、まあ、見ていただければわかると思うんだけど、なんかそういうことがポツンポツンと、そのお母さんが、その行方不明になっている人たちのことを言い当てるんだって。で、それを不思議に思った、まあ、警察の人たちが、なんでそんなに言い当てるのっていうことで、もしかして犯人じゃないのかって言われて、取り調べを受けたっていう話をね、してましたね。ちゃんと、まあ、そのアリバイというか、そういうのを、こう、ね、並べていって、結局は疑いが晴れたっていう話なんだけど、まあそういうこともあるのねっていう話です。そういう能力はね、本当にひけらかしていない。ひけらかしてないっていうか、それを商売にしている、しちゃいけないっていうわけではないんだろうけど、本当に、大変なことなのかなと思いますね。はい。皆さんどうでしょうか。以上です。